ドジャース4-1カブス、日本時間7日、シカゴ、ドジャース。大谷翔平投手は6日、日本時間7日、敵地、カブス戦で3試合連続のマルチとなる4打数2安打の活躍を見せた。本塁打こそ出なかったが、連日の活躍に注目度も高まる。米メディアから、ヘルメットロスカウンターが出現した。映像、嘘だと思った、大谷翔平が、やっぱりキスしてる。この日、2番、指名打者、で出場。第1打席で安打を放ったが、米スポーツ専門メディア、ジ・アスレチックのドジャース版を務めるファビアン・アルダヤ記者が注目したのは中日に終わった第2打席だった。豪快なスイングを披露した際に、ヘルメットが飛んだ。同記者は自身の X、旧 Twitter で、翔平大谷、ヘルメットロスカウンター、3、と綴った。さらにその後も、もう一度ヘルメットが脱げると、4、第4打席で空振り三振を喫したが、その際にももう一度飛んだ。アルダヤ記者は逃がさず、5、とカウントした。同記者は大谷がエンゼルスに在籍していた時代から、ヘルメットロスカウンター、をつけていた。このカードで大谷はリグレーフィールド初見参。大きな歓声とブーイングを受けた。SNS でも、待ってた、と、チーンカウンターに注目する日本ファンがコメントしていた。